アイカチャンネル。よいしょ、よいしょ。はい、こんばんは、アイカです。大物が届きました。せーの、よいしょ。こちら、ちょっと待って、本当に重い。よいしょ、ディプティックのアドベントカレンダーです。イエーイ。大きい、そして重い。というわけでね、今日はこちらを開封していきたいと思います。はい、こちらのアドベントカレンダーなんですが、私はセルフリッチの方で購入したんですけども、国内での販売価格は5万5000円ということでした。ディプティックって何って思った方のために簡単に説明しておくと、パリのフレグランスメゾンですね。1963年にフレグランスのキャンドルを初めて販売して、1968年にローというトワレを販売したそうです。その後もずっと豊富な香りを展開して、今もなお人気のフレグランスブランドとして日本でも様々な百貨店で展開されています。まあ、とは言ってもね、実は私もディプティック購入するのは今回初めてです。結構ね、現品が高いんですよね。まあ、オードパルファンだと2万超えたりとか、トワレでもだいたい1万円後半ぐらいの価格帯になっていて、人気のキャンドルもフレグランスキャンドルなので結構いいお値段するんですよね。まあ、そんな感じでなかなか単品では購入できなかったディプティックなので、今回アドベントカレンダー見つけた時どうしても欲しくってオンラインでオーダーしていました。じゃあ早速ね、開封していきます。十分5択並べたので開封していきますよ。オープン。おー、いい香り。こんな感じです。圧巻です。開けた瞬間から爽やかさはあるんですけど、結構しっかりとしたなんか青っぽい香りがしています。で、中のイラストよく見ると面白いんですよ。なんか一見ちょっとこうクリスマスっぽい柄なのかなと思ったら、鳥だったりとか、なんかインドっぽいテイストの像とか、あと招き猫とか、ここには虎なんかいて、結構多国籍な雰囲気なんですよね。もう開けた瞬間からすでにいい香りがするアドベントカレンダーです。じゃあ早速いきましょう。まず1番、じゃじゃーん、こちら。すごいちゃんとね、固定されてるの。結構繊細な容器のものも多いと思うので、こういうの嬉しいですね。フランス語が読めないんで一つずつ調べながらいきたいんですが、こちらがロンブルダンローと読むそうです。え、あ、思ったより大きい。10ミリサイズだそうです。あ、これの香りかな。箱から漂ってたの、すごいいい香り。ドンブルランローというこの名前は、水に映った影っていうね、意味なんだそうです。名前からはちょっと香り想像できないんですけど、つけてみたいと思います。めっちゃ細かくふわって感じで出てくれますね。もう、あ、緑の葉っぱをこう指でグリグリってした時みたいな匂いがします。すごい生っぽい葉っぱの香りですね。カシスの葉の樹液、それからブルガリアンローズの香りということなんですが、そんなにフェミニンさは感じないかな。雨上がりとかすごい水気のある状態のバラ園、しかもお花よりそのグリーンの量の方が多いようなお庭の香りっぽいなと思います。もちろんローズの香りもほんのりするんですけど、そんなに甘さがないので、甘いバラの香りが苦手な人はこれいいんじゃないかなと思います。コンセプト的にはすごく自然っぽいガーデンって感じなんですけど、嗅ぐとね、もっとモードっぽい装いに合いそうというか、黒いジャケットとか着た時に使いたい香りだなと思いました。はい、次2番、こちらですね。この箱も可愛いですよね。一つ一つ、2番がキャンドルです。はい、こちらですね。リスという香りだそうです。で、これはねミニサイズなんですけど、現品の方は今年の3月にですね、新しく発売になったもののようです。こちら 35g サイズなんですが、現品は 190g で8690円税込みだそうです。最初の香りとは打って変わって、ちょっとパウダリーさを感じるようなお花の香りですね。でも基本的にそんなに甘さがないかな。甘みと言っても生のお花から香ってくる程度の甘さというか、そこに無駄に甘さをプラスしてないような、こんな香りですね。でも香り自体はすごくしっかりしてるんですよね。で、キャンドルだからまた火をつけた時とね、香りが違うかもしれないんですが、なんだろう、そのまま嗅ぐとちょっと煙ったような香りがするんですよね。え、面白いですね。なんか今まで使ってきたフレグランスブランドとはやっぱり香りの系統が違うというか、ブランドによってカラーがあるんだなっていうのが、この2つ嗅いだだけでも感じられますね。はい、次3番、これ有名なやつじゃない。タムダオのオードトワレです。で、こちらも1番目のものと同じ10ミリサイズになっています。ゴアサンダルウッドに捧げるオマージュですということで、どうやらね、サンダルウッド系の香りのようなんですよね。では失礼して、
あー、サンダルウッドっていうからもっとエキゾチックな香りなのかなと思ったら、そこまでエキゾチックすぎない、なんて言うんだろう、ジーンですみたいな香りじゃなくって、もうちょっとナチュラルな感じかな。なんかすごく質が良くって、表面を削りたてみたいな、天然の木でできた大きなテーブルとかの表面をこうファーって手で撫でて嗅いだ匂いがします。うまく言えないけどすっごい木の匂いがするの。実はね、私サンダルウッド系の香りってそんなに得意じゃなかったと思うんですよね。だからあんまり持ってなかったと思うんですけど、でもこれはね結構いけるというか、すごい落ち着く香りですね。変にテンションが上がりすぎてちょっと気分を落ち着かせたい時に嗅ぐといいかも。つまり今の私ですよね。ちょっと嗅いどこ、はい、じゃあ次4番、今度縦型ですね。こんな感じ、オードパルファンって書いてるけど、はい、こちらオードミンテオードパルファンです。これはオードパルファンなので原品も 75ml でなんと 22,550円とちょっとお高めな感じなんですが、まあそれのね 10ml が惜しみなくねアドベントカレンダーの方に入っていました。でミンテっていう名前だから単純にミントの香水なのかなと思ったら、男性向けのフレグランスであるフゼヤ系のアコードを再解釈しっていうねちょっと難しいこと書いてたので、あまりね説明は読まずにもう嗅いでいきたいと思うんですが、うん、でも吹きつけた瞬間から結構ミントの香りしますよ。うん、ああでもフゼヤ系って言われるとちょっとイメージできないけど、フゼヤ系の香りですって言われてこれ嗅がしてもらったら、あなるほどねってなるような香り。確かにね男性っぽい、もしかしたらおじさんっぽいって感じる人もいるかもしれないんですけど、私は結構好きかな。とにかくさっぱりしてる香りですね。そんなにトゲがない感じの香りで、しばらくするとちょっとお花の香りも出てくるような感じかな。時期的にはもう少し暑い時期とかムシムシする時期につけたい香りだなと思いました。はい、次5番キャンドルですね。あ、色がねごま豆腐みたいな色、フドブワのキャンドルです。じゃあ香りはね多分ごま豆腐じゃないと思うので、いざ、おお、あすごい、これも今までの香りと全然違いますね。なんかもわってなんか湧き立つような香りというか、湧き立つじゃないな、嗅いだ瞬間にここから煙が出てきてるような、これも結構けぶった香りだと思います。うん、煙系。はい、次6番、ちょっと形状違うの来ましたよ。いきます。うキャップ外れちゃった。でもね中身こぼれてないからセーフですね。ちょっと蓋が緩かったみたいですね。こちらはリッチクリームかっこボディ用ということなので、まあ、ボディクリームですね。どこが香りの名前かちょっとわかんないんですが、アールデュソワンリッチクリームというやつです。これもね容器ちゃんとガラスになってます。うん、今まで嗅いだ中で一番優しい香りかな。ちょっと甘さを感じます。フレグランスブランドってこういうねボディクリームだったりとかシャワージェルとかそういったアイテムも展開してたりするんですが、今まで開封したやつだとちょっと香りが強いかなというイメージだったんですが、これはねなんかバラの葉っぱじゃなくってお花の、しかも甘さとちょっと酸っぱさっていうのかな、なんかそれがほんのり混ざったような香りで、全身使ってもそんなに香りに弱なさそうな香りだなと思いました。まあでも面白みに関して言うと今まで開封した香りの方が特徴的で面白いかなと思います。じゃあ次7番、はい、またキャンドルですね。ん？なんかね香りが一番弱いかな。でもすっごい嗅ぐとめちゃくちゃ失礼なんですけど、たまに虫除けのキャンドルってあるじゃないですか、キャンプとかで使うか、あれっぽい香りかなと思います。でも子供時代キャンプで育ったからめちゃくちゃ懐かしい。はい、次8番、34番って書いてますが、サンジェルマン大通り34番という意味の34だそうです。でこちらもオードパルファンになっています。腕足りるかな。これなんかトップが持ってる香りに似てるな。結構トップ弾けるんですけど、それが落ち着いたらでもサンダルウッドの香りがこれも出てきますね。でも最初に開けたサンダルウッドの香りの方がもうちょっと厳かな感じで、こっちはもう少し主張してくるような香りだなと思います。でも他にない感じなのは最初に開けた方かな。こっちはよく言うと親しみやすい、悪く言うと、まあ、他のブランドでももしかしたら似た香りがあるかもっていう感じの香りです。縦型でしたね。こちら、あ、ボトルむき出しですね。こちらもねちゃんとガラスボトルに入ってますね。シャワーオイルです。うん、なんかね鼻がねだんだん効かなくなってきた。うん、シャワーオイルなのでちょっと出して嗅ぐことができないんですが、そのまま嗅ぐとめっちゃチュベローズ。はい、次10番、はい、キャンドルのローズですね。これは分かりやすいネーミングですよね。ローズの香りなのかな。うん、多分ローズだと思う。なんかもう鼻が効かなくなってきた。はい、次11番、面白いの入ってる。なんだろうこれ。
あ、刺さってるの分かります？これちょっと取り出しますよ。じゃん、チャームだ。ほら、このパッケージに書かれてるキャラクターですね。こちらテントウムシ、そして四つ葉のクローバーと流れ星。チャーム自体はすごく薄いんですけど、なんかリボンとかしっかりしてて可愛いですよ。まあ、クリスマスのねツリーに飾ったりとか、あとプレゼントのラッピングとかに使えそうです。アドベントカレンダーに入ってるチャームって結構がっかりすることあるんですが、これはね普通に上品というか、薄くて軽いけどあんまりチープさがなくていいと思います。しかも3つでね、1日贅沢。はい、次12番ゾウさんですね。キャンドルです。キャンドルしばらく買わなくていいですよね。なんかこれもけぶった系の香りがします。これはでもキャンドルだからそういう香りがするのかな。でも火つけてないけどね。でもさっきのローズはそんなけぶった香りじゃなかったし、そういう香りなのかな。なんかねこのキャンドルに書かれてる名前が全部このアルファベットがちょっとずれてるんですよね。だから読み方がよくわかんなくて、パッと検索しただけだと詳細が出てこなかったのであれなんですけど、香ばしい燻製チックな香りが混ざってる気がする。ちょっと詳細また調べたいと思います。はい、13番。なんかロゴがグニャグニャしてて可愛い、フルールドポーオードパルファンです。ちょっと腕の香りが渋滞してるので手の甲、なんか結構ムスクっぽい香り、メンズフレグランスっぽい香りですね。まあ、ちょっと一気に開けてるのでね、香りの変化をチェックできないのがあれなんですが、割としょっぱなからムスクっていう感じですね。はい、次14番。またキャンドル、こんな感じ。もう鼻がね、服かご嗅ぎ分けれない。なんか手首のほらさっきつけた香りとかかもしれないしと思って。でもウッディっぽいかな。うん、落ち着く系の香りだと思います。はい、次15番、トラ。これでタイガーバーム入ってたら面白いのに。はい、またキャンドルです。もういいんですよ、今回私キャンドルが欲しかったんですよね。なんかイチジクの香りする。あ、フィギュアみたいに書いてるけど、フィグのことかな。うん、めっちゃイチジクだわ。はい、次16番、サンタルって書いてる。なんだろう、サンダルウッドのサンダル、サンタルみたいな。だからディプティックに対する知識がなさすぎてもう言うことがなくなってきてるけど、なんだろうこれ。なんか今までになく表現のしようがない香りというか、ちょっとこの香りの説明を探してみます。ウッディなんだって。ウッディかな。謎めいたドライな香りを漂わせますって書いてるんですけど、あんまりドライさ感じないんだけどな。火をつけると違うのかな。はあ、わかんない。まあ、いっぱい書いてるとそういうこともありますよね。じゃあ17番、お、インフューズドフェイシャルウォーターって書いてますね。すごい、フェイシャルウォーターとか展開があるんですね。でも酸っぱい香りする。まあでも香りつけたら違うのかな。そのまま嗅ぐと、うん、酸っぱい。え、酸っぱいよ。はい、18番、黄色い。あ、でもこれはね、なんか取り出した途端に、あ、だってほら名前がチュベローズって書いてるもん。めちゃくちゃチュベローズ。なんかね、私さっきあのチュベローズの香りがするシャワージェルだったっけ、シャワーオイルだっけ、あれはね、なんか嗅いだ時に私意外とチュベローズいけるんじゃないと思ったけど、やっぱりこれ嗅ぐと私あんまりダメですね。鼻の香りでも生々しいというか生めかしいんですよね。チュベローズイコール加納姉妹みたいな。別に加納姉妹嫌いなわけじゃないんですけど、どちらかというと面白くて好きなんですけど、なんかすごい妖艶すぎて自分に合わない感じがするんですよね。じゃあ次19番、これがドソンのトワレですね。ニノディクワ。はい、チュベローズ。はい、次20番、招き猫です。この絵が可愛いですよね。こちらキャンドルです。バイエスって書いてるのかと思ったら、ベって読むんだそうです。でもめっちゃフルーティー、うん、なんかベリー系、赤い実、なんかカシスとか、なんだろう、なんかこうあんまり日本じゃ流通してなさそうなベリーいっぱいあるじゃないですか。なんかそういう系の香りかな。なんかこの冬っぽいベリー系の香りも、私ジョーマローンのポメグラネットノワールは好きなんですけど、やっぱりなんかベリー単体で嗅ぐとそんなに得意じゃないんですよね。はい、次21番、何これ。あ、へー、面白い。これね、パッチドパフュームって読むのかな。裏に使い方書いてくれてるんですけど、なんかイラストだけ見るとタトゥーシールなのかなと思ったら、なんか香りがするもののようです。今使うのはちょっとさすがにこの香りが混雑した状態だともったいないので、これは置いておこうと思います。はい、次22番、またキャンドル。黄
黄色い、なんだろう、ポマードみたいな、ポマンダーみたいに書いてますが、ポマンデールだそうです。全然違った。フランス語難しい。なんかね、これは結構スパイシーでもあんまりピリピリした感じではないのかな。シナモンとかそういうあんまり刺激が強くない感じの冬っぽいあったかいスパイスの香りがしますね。うん、これ好きかも。クリスマスの日に使いたい香りですね。そして23番、こちらもキャンドルですね。白いキャンドル、キャンドルに対して言うことがもう色ばっかりになってきたんですが、こんな感じです。うん、ちょっとローズのキャンドルの香りがあんまりわからなかったからあれなんですけど、今までで嗅いだ中では一番なんか女の子らしい繊細な香りがしますね。ゴージャスな花じゃなくって野に咲く一輪の花みたいな香りがします。少女っぽい。でもなんかちょっと石鹸っぽさもあるのかな。うん、なんせそういう儚い幼い清楚みたいな感じの香りです。はい、そして24番、こちらもキャンドルですよ。うん、なんか文字の並びめちゃくちゃですけど、アンバーって書いてるのかな。なあ、香りがめっちゃアンバーだわ。まあ、アンバー系のもうずっしり夜っぽいムーディーな香りが好きな人にはいいと思います。私も好きですけど、なんかうちの妹が好きそうな香り。はい、アドベントカレンダーといえば、なんかクリスマスまでのね、2週間とか、もしくは12月入ってからの24日間のね、アイテムが入っているっていうイメージなんですが、なんとこちらね、25番があるんですよ。大鳥、行きたいと思います。でかっ。はい、こちらね、行きますよ。せーの。お、傾いてセットされてたわけじゃなくって、なんか単純にちゃんとハマってなかっただけみたい。でもめちゃくちゃ可愛い。じゃーん。もうこれはね、香りの名前とかも書いてなくって、クリスマスの限定みたいなパッケージになってるんですけど、ちょっと大きめサイズのキャンドルです。これはね、なんか植物、葉っぱっぽい香りなんですけど、そんなに苦味ないですし、結構すっきりしてるのかな。ちょっと果物っぽさも感じなくはないんですけど、割ととっつきやすい香りだなと思います。イラスト可愛いから、ちょっとこれは飾っておきたいですね。ちなみにこちら 70g だそうです。超贅沢。はい、というわけで全25品ディプティックのアドベントカレンダーを開封してみました。いや、もうね、ごめんなさい、毎回言ってるんですけど、こう香りに対する詳しい、フルーティーフローラルとかフゼアとか、香りの専門的な言葉っていうのかな、とか香りそのものの名前とかをね、私があんまり知らないので説明がうまくできなかったのと、あと本当にいろんな香りのものがもうバラエティ豊富に入ってたので、ちょっとつける箇所がね、なくなって違う香りが混ざった感想を言っちゃってるかもしれないです。なので、どれか一つの香りが気になってて、それの感想が聞きたかったっていう人にはちょっと参考にならなかったと思うんですけど、ディプティックのアドベントカレンダーが全体的にどういうものだったのかっていうのがね、気になってた方は楽しんでもらえたんじゃないかなと思います。まあ、総括としてはですね、非常に豪華だったと思います。フレグランスのミニボトルもね、ミニとはいえ10ミリね、しっかりありましたし、キャンドルも、まあ、フレグランスキャンドルって長い間炊いておくものじゃなくって、ディオールのブティックの方が教えてくださったんですけど、どちらかというと火を消した後、こうふわっと香りが立つものだから、一回つける時間って結構短くていいらしいんですよね。なので、まあ、あのミニサイズでも一つあると結構持つんじゃないかなと思うので、まあ、私みたいにディプティックの香りを全然持ってなくって、一通りね、軽く試してみたいっていう人にはものすごくいい内容だったと思います。それからね、やっぱりこのパッケージもすごく独特で可愛いですし、もともとディプティックのフレグランスとかキャンドルってインテリアとしてもね、すごくおしゃれで評判がいいものなので、まあ、ちっちゃいキャンドルこんなにたくさんいらないなっていう人だったら、ラッピングしてね、ちょっとしたプレゼントとかにしても喜ばれるんじゃないかなと思いました。まあ、コスメじゃなくってフレグランスのアドベントカレンダーなので、まあ、そんなにね、めちゃくちゃ話題になったかって言われるとそうでもなかったかもしれないんですが、香り物好きな人にはすごくいい内容だったと思います。まあ、アドベントカレンダー以外にも、さっきの最後に出たキャンドルですね、まあ、ああいった感じに容器にイラストが描かれた限定キャンドルなんかも出ているようですので、まあ、そういった単品のクリスマスアイテムなんかもよかったら気になる方ね、ディプティックのサイトだったりとか百貨店とかチェックされてみてください。最後に今日のメイクです。今日はね、久しぶりにこちらドルチェ&ガッパーナのアイラブドットパレットを使っていました。これのね、こちらのカラーメインで使っています。そしてリップはこの前買ったマックのミニリップのセットですね。その中からこちらが CB96 というちょっとパールが入ったカラーですね。こちらを使っていました。今回の動画楽しんでいただけた方は、ぜひ高評価やチャンネル登録もしていただけると嬉しいです。今日も最後までお付き合いいただいてありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。愛花でした。